はい、皆さんこんにちは、シロでございます。今回はね、また新たな新キャラを引っ下げてラジオをやらせていただきました。小劇場初心者のための小劇場感激編、ぜひお聞きください。というわけで今回はそのまんまレモン。私本当に酸っぱいもんが苦手で、もうレモンも嫌いな部類に入るんですけど、まあどうやらね、レモンは喉にもいいし体にもいいしということで、私ちょっとこちらをね挑戦してみたいと思います。どうやらこれ皮をね、そのままなんか赤につけた、あの砂糖につけた的なやつらしいので、いきたいと思います。今日はね、もう吐いてもいいようにこれちゃんとね、下にね紙引いてあるから、台本引いてあるから、アルファさんに迷惑はかけないよ。いつも迷惑かけてるからね、今回は迷惑かけないよ。じゃあ今日はねこのくらいでいきたいと思います。絶対喋れなくなる気満々なので、今言っときます。ぜひラジオ聞いてください。皆さんさようなら、いただきます。これ結構勇気いるんですよ。